日本福島県藍津若松市大手町大手町は、福島県藍津若松市にある町。郵便番号は965-0873。藍津若松市市街地の中部に位置しており、若松城周辺を町域とする。町域北部には、藍津保健所、福島地方裁判所藍津若松支部、福島県藍津若松合同庁舎。 藍津若松市中央公民館などが存在し、公共機関、施設が集まる。町名は、旧来の地名である、栄町技追って前からとされる。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川、 せせなぎ川やその支流により形成された、戦場地上に発達した会津若松市の中心市街地を形作る。東は城前、城東町、西は山賀町、米台、南は城南町、北は東栄町、西栄町に接する。現在の若松城、栄町歴史も、戦三百八十四年、小田垣に足の直盛が、 東、黒川間を築いた。これが後に黒川城、小高城と言われるようになる。その後、ガモウ里により黒川が若松と改められ、1593年には城の改築を始めた。これによって完成したのが天守、前田出矢倉などを備える城で、この際に内外の核も作られた。また、 1640年、加藤明成は、城の追ってを北にしたほか、天守を護送に改めた。明治元年9月22日、母親戦争の戦いの結果、若松城は降伏し、開城する。明治時代に入ると、民政取締所、民政局による統治を経て、1870年に若松県が置かれたほか、江戸時代からの若松城下の町は再編され、 本町、米台、小田垣、王道、権元下角に加えて、小田町、半米町のそれぞれ一部が合わさり、若松栄町となった。栄町の町名は、母親戦争により、周辺の地域が大きな被害を受けたため、以後栄えることを願いつけられたものされている。また、若松県庁が城内に置かれていた時期があったほか、1875年、 新政府の方針により若松城は取り壊されている。その後、1877年に、旧来の福島県、岩前県、若松県が合併されて、福島県となったことから、若松県は廃止されたほか、1889年に町村制の執行によりそれぞれ若松町内の町名となる。1889年、合わせて若松栄町は、 栄町の町名となり、1899年には、若松町の市政志向により、若松市の町名となる。1955年、当時の若松市と、高野村、一気村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、合津若松市となったことから、以後栄町は、同市の町名となる。その後、1960年代に、 会津若松市の住居表示が実施され、現在の大手町周辺も対象となる。そして、1965年、旧堺町の一部により、大手町が誕生する。また、1965年には、若松城の再建工事が実施され、これにより、天守が再建されている。この天守は現在、鶴ヶ城博物館として、 公開されており、様々な資料を展示している。その後、1990年には、輪郭の移区、2001年には、姫市櫓、南総長屋の復元がそれぞれ行われるなど、されている。現在は、鶴ヶ城修繕工事として、外壁の補修工事及び、赤い瓦への吹き替えが行われており、2011年の春に完成する予定である。 2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町域西側を通る国道118号などで合図の売り合い自動車によるバスが運行されているほか、観光向けのバスとして運行されているハイカラ山、赤部、エも大手町北川の合図若松市道を経由している。加えて合図若松市発着の高速バスのうち一部が町内の鶴ヶ城。 合同庁舎バス停から発着している高速バス、編集路線バス等の系統、編集、ありがとうございます。